夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声、読みかけの本をきっとここから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した、私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、出せないで固まった心一人ぼっちで諦めるのに、そんなのにやっと過ぎるな、もう何の中でしか知らない世界に過ごし憧れる、ここくらい許してくれますか、服の風呂を少しだけ揺らしてみせた。